日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。先日行われた日本ハム対韓国サムスンの練習試合、日本ハムが18対3で大勝し、今季最下位からの脱却を目指すチームとして良い収穫が得られたと言えます。一方で15四死球うち7個が死球ということで、新庄監督もさすがにおかん無理の様子。実はサムスン、日本ハム戦以外でも制球を乱しており、話題になっています。一体なぜこれほどまでに制球力がなく大荒れしてるのでしょうか。そこで今回はサムスンの投手陣がなぜこれほど荒れているのかご紹介していきます。17日沖縄名護で行われた日本ハム対韓国サムスン練習試合、結果は18対3と大勝したのですが、新庄監督はどこか浮かない顔で試合後こうコメントしました。収穫それどころじゃなかった。とにかくデッドボールが怖くて怖くて。この日日本ハムは15安打を放つも同時に15四死球、そのうち7つがデッドボールという状況に。初回は松本剛選手、万波選手、加藤豪介選手の3人が、4回には野村選手、7回には再び加藤豪介選手、8回には水野選手と江越選手がデッドボールを食らい、ファンが見守るスタンドからは怒号も飛んだほどでした。結局8四球7四球と最後まで制球の定まらなかった相手投手陣に、新庄監督は怖い怖いマジ怖い、当てた後でまたインコース構えるから指が挟まって骨折でもしたらどうしようと、そればっかり考えた。今日の試合で野球はピッチャーだなと分かったとも語りました。韓国サムスンといえば、かつて巨人にも在籍したイ・スンヨプなどを輩出した KBO 韓国のプロ野球リーグの強豪チームの一つ。しかし1ヶ月後に日本のプロ野球が開幕を迎える時期に日ハムに7四球を与えたことで、ファンからは批判が噴出。ネット上では、練習試合といってもこんなお粗末な状態では練習どころか怪我だってありえたのではないか、もともとサムスン側に腕がないというのもあるだろうけど、さすがに7四球は意図的に行っているのかとすら思ってしまうほどの不気味さだ。 NPB からするとプロのレベルじゃないよね。こんな状況だと韓国チームは今後日本のチームと試合避けられかねないよ。本当に大きな怪我にならなくてよかったですよ。これで怪我人が出てたらもっと大変な事態になっていたでしょうし、あとサムスンとの練習試合が2試合あるらしいですが、中止して紅白戦やった方がいいレベルです。もう日ハムは相手に謝られても練習試合やめた方がいいと思います。選手が怪我してからでは遅い、技術不足だとしたら余計に怖いですなど、日ハムファンや野球ファンからの怒りの声が複数上がっていました。怪我人が出なかったことだけが救いでしたが、サムスンは日ハムファンを完全に敵に回す形になりましたね。ただこのサムスンの制球難、日本ハム戦だけでなく今回行われた4度の練習試合で合計42四死球、平均で1試合10個の四死球を出しています。一体なぜこれほどまで四死球が多くなっているのでしょうか。いくつか仮説を立てましたのでご紹介します。 1. 投手の人材難。まず1つ目は、韓国の投手人材難が続いており育成ができていないことが挙げられます。韓国は近年投手力低下が大きな課題となっています。2021年のオリンピックや2023年の WBC を見ればわかりますが、とにかく投手陣が崩壊しており、かつての面影を感じさせないほど弱体化しています。日本プロ野球でも少し前なら元ヤクルトのイムチャンヨン選手や元阪神のオスンファン選手がいましたが、今は誰もいません。こうした背景から日本とはレベルに開きが出ていると言えます。2017年には韓国プロ野球19団の開幕投手が全て助っ人外国人という前代未聞の事態も起きており、スポーツ芸能専門ニュースサイトスターニュースは、先発で貧富の差、日本と比較してみた寂しい開幕戦との見出しで、韓国プロ野球の開幕戦に韓国人の先発投手は見当たらなかった、実球団全てが外国人投手が先発だった。しかし日本のプロ野球は違った。12球団中外国人投手が先発したのは3チームしかなかったと日本との違いについて報じるほど、この理由について同メディアは
日本は豊富な人材が育っているが、韓国は資源不足で厳しい局面に立たされている。これは韓国野球の世界との競争力にも関わってくるとし、韓国が今回の WBC で最も悩んだのが先発投手のローテーションだったと伝えるほど、2017年の話です。また昨年行われたカーネクストアジアプロ野球チャンピオンシップ2023では、韓国代表のリュ・ジュンイル監督が投打ともに私たちと技術的な面で差が大きかったと語り、日本の投手陣については、私たちと体格が似ている日本の選手が145キロを投げるとそれ以上の球速に見えた、なぜ日本の投手の球には伸びがあって私たちにはないのかという疑問が湧いたと打ち明け、驚いた様子だったそうです。日本人の投手はどうすれば打者を抑えられるか、どうすれば理想のボールを投げられるか徹底して研究し、体の使い方など事細かに調べ上げ実践し、能力を上げています。しかし韓国にはそういった解析がないのか、それともそこまでする必要性を感じていないのか分かりませんが、それらができていない様子。他にも韓国野球では打者有利にするルールが一時期導入されていたこともあったりで、全体的にレベルが下がってしまったという見方もあります。今回の四死球の多さは言い換えれば鍛錬不足。選手を見ていると下半身が弱い印象もありますし、そういった基礎ができず育てられていないのが今の韓国投手陣の実情と言えるでしょう。2、調整不足。先ほどの鍛錬不足に付随はしますが、そもそも調整不足な部分があると思われます。韓国野球の開幕戦は実は日本より少し早く、今年は3月23日となっています。それなのに調整不足とはどうなのかと思いますが、おそらく調整のスケジュール管理が遅いのではないでしょうか。だから全球団助っ人外国人が開幕投手を務めるという異常事態が発生していると思われます。これについてはアジアプロ野球チャンピオンシップに出場した韓国のリュ・ジュンイル監督も、2月1日に練習したのに投手は140キロ以上、打者は本塁打を打ったりしていた、準備をしていた、日本は天気がいいので1年中野球ができるが、韓国は1月は寒いので練習が難しい、1月にできる訓練、2月はキャンプでできる訓練、体作りに励んでもらいたいと思ったと話しており、1月にほとんど練習ができていないことを明かしています。日本も1月は寒いのですが、韓国の場合は日本よりもさらに冷える上、常に0度を下回ると言います。日中も冷え込む上、練習施設もそこまで豊富ではないことから、日本と違ってなかなか調整ができないようなんですね。これが結果として今回のような大乱調の事態に陥ってると言えます。とはいえリュ・ジュンイル監督の言う通り、1月2月で調整ができるようにしないといけませんし、今後の韓国野球を考えると意識を変えなければ衰退するばかり。果たして改善できるのか注目どころかもしれません。3、報復のため。野球には暗黙のルールというのが存在し、特にメジャーなどでは顕著に現れていますよね。大量点差で盗塁をしてはいけないとか、ホームランを打ってはいけないとか、何かいろいろとあるのですが、これは日本や韓国でも同様に存在しており、破れば報復四球が飛んできます。この日の日本ハムは点差関係なく盗塁しまくっており、その数合計8個。これを受けて韓国側は報復を決断し、四球を与えていた可能性があります。個人的には練習試合で暗黙のルールなんていらんやろと思うのですが、まあ国も文化も違いますし、思うところはあったのかもしれません。数も盗塁数と近い7つですし、みんな怪我してませんしね。ただこれはあくまで今回四球が多かった理由で、制球が悪いというのはあくまで戦術した調整、鍛錬不足が原因だと思います。以上が韓国投手陣が制球を乱した理由だと思います。他にもマウンドが合わなかったとかもあるかもしれませんが、まあ練習不足が一番の原因でしょう。今回の件は日本にとってもいろいろと考えなければいけない事態になっており、来季以降は練習試合を組まない可能性もあるでしょうね。とはいえシーズンオフの実戦は貴重な調整の場ですし、
相手が多ければ多いほどいいのも事実。果たして来季はきちんと練習試合になるのでしょうか。今後の動向にも注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。